はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はね12月の16日なんですけれども、今からね東京ディズニーシーの方に行くんですが、今ね11時47分ぐらいなんですよ。で、12時の会の方がね今から入るんですが、12時の会の方って年パス枠のみなんですよ。なので、今日はですねその年パス枠がどのぐらい当たってるのかっていうのをですね皆さんにお見せしようと思います。で、結構衝撃ですよ。はい、で今11時46分なんですが、あと10分で12時の回ですけれども、12時の回って年パス枠だけなんですけど、見てこれ少なすぎじゃない？年パス枠の人数やばいでしょ。これしかいないんですよ。ここの列に20人ずつぐらいしかいないんで、100人ぐらいしかもしかしたら年パス枠ってないのかな。すごい少ないですよね。なんか今横通って思いました。びっくりしましたね。まあ、夜にインパする年パさんもいるでしょうけれども、これはちょっと衝撃の少なさですよね。それだけ当選率が低かったということですね。今14時半ですね。本来でしたら年パサーの、ね、自転車がたくさんずらーっと置いてあるディズニーシーの駐輪場なんですけれども、これだけ空いてますっていうことは、年パスの抽選枠ほとんど当たっていないということですね。本当ね、いつも年パサーがいるかいないかはねこの駐輪場とかでね分かるんですけども、本当に少ないですね。12月なのでもうちょっと抽選当ててほしかった。はい、ということでね、すんごい少ないでしょう。だから年パス枠ってね正直これしか当たってないんですよ。まあ、夜からね来る方ももちろんいるでしょうし、サース側にもね並んでると思うんですけれども、それでもこの人数ですからね、非常に当選率はねやっぱり低かったんだなって思いますね。はい、ということでこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。バイバイ。